皆さん、こんにちは、マーティーン。では、のミラクルボーイ、キング・タクと申します。はい。えー、っと、今回はいろんな料理を紹介しますがね、はい。まずはアジアの料理、中国の料理、いろいろあります。チャイナーはい。アジア料理、まずは中国編と言いたい、いきます。世界三大中国わかるでしょうかあの、世界三大料理ですね。中国、フランス、トルコ、いろいろありますね。はい。 これ、聖杯三大料理の一つと数えられるそうです。食べ残しは NG。回転テーブルは日本までだそうです。日本にあって中国にない料理、いろいろあるそうですね。考案されたのが、えー、中華丼、天津丼、冷やし中華、甘いエビチリ、エビマヨ。これが日本で考案された料理。油淋鶏、小色コ料、まあ、似てますね。はい。中国は三トン、エゾ、あとはいろいろ、コート、地仙料理、いろんな料理がありますね。はい。 名物はリンチャ。ユエビン。これお餅ですね。はい。あと、ピンターフルー。キシュマオ大衆。あとは、北京ダックもまそうですが。ペイチンカオヤ肉料理。ホンシャオロガンビエンスンジール。これ、人間ゲマ入ったやつ。マラタン。あとは、フォーティアオチャム。これ、スープ。これ、伝統的な高級スープだそうです。中国の。これ、美味しいですよ。はい。 北京料理ジャージャー麺、シャワンヤンロー、シャオビン、あとはね、上海料理はシャオロンパオ、シャオレンパオ、ダイジャーシェン、いろいろあります。焼きそばもはい、うまそうですね、はい。四川料理はマイボール豆腐、天天麺、火鍋、いいですね、はい。関東料理は、ユーチータンとか、ホウトゥーミン、 麺もいいです。中国は広い、く、美味しいものが満載です。はい。というわけで、えー、中国の、中国料、アジアの料理、中国編でした。バイバイ。